リュディビーヌ・サニエはフランス出身の女優である。イブリーヌ県ラセル・サンクルー生まれ。子供の頃から演劇学校に通い、10歳で映画デビュー。2000年、フランソワ・オゾンの夜景市に水に出演、奔放な少女を演じて人気を博し、フランス映画界切手の若手女優となる。2002年には再び、フランソワ・オゾン作品、8人の女たちに出演。 カトリーヌ・ドヌーブやエマニュエル・ベアール・ラ・フランスを代表する女優に混じり、堂々とした演技を披露したく評価され、セザール・ショー・ユー・ボー若手女優賞にノミネートされた。2003年には3度目のオゾン作品となる、スイミング・プールに出演。シャーロット・ランプリングとの共演を見事にこなし、さらに評価を高める。同年には、ファンタジー大作、ピーター・パンのティンカー・ベル役で、 ハリウッドデビューも果たした。2005年3月に、俳優のニコラ・デュ・ボシェルとの間に長女、2009年1月には、映画監督のキム・シャピロンとの間に、次女、2014年にサンジョ・タムを設けている。スイミングプールと2007年の、ウン・シークレットで、セザール賞助演女優賞部門にノミネートされたが、二度とも、ジュリー・ド・パルデューに敗れた。ありがとうございます。